3, 2, 1, 0.8月23日の朝、おはようございます。今日も世界一昆布が好きやから昆布屋やってます、店長の松下幸一郎が皆様の料理の味を劇的に美味しくできるお手伝いができるように頑張ってます。やればできる、今日も昆布できる。8月23日、今日は国産小ネギ消費拡大の日だそうです。ところでネギってなんだっけ、みんなで食べに行くと僕が出てきたもの全部食べ尽くしちゃうとよく言われます。それは根こそぎ。わかった。昔の家電は駆け引きで安く買いました。それはネギり倒す。そんなことはどうでもいいのですが、今日も頑張ってまいります。お供え即用、志のお問い合わせ、ご注文が増えてます。常温保存の効く法事ギフトはお任せください。海鮮丼青み山椒仕上げ、しびれる青み山椒の佃煮が海鮮丼の旨味を引き立てます。まさに暑い夏向け、ビール飲みすぎ注意。おまっちゃんの寝言むっちゃ迷惑、起きろとか言って人を起こしといて自分は寝てる。